はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今ね、カテリンさんの前に来てます。ここね、新しくオープンした犬山店になります。今回はね、ここから、e バイクのツアーにお出かけしようかなと思ってます。はい、こちらなんですが、五平餅販売してますね。自転車屋さんで五平餅です。なんでなんでしょうかね。はい、そんな感じのお店になりますよ。はい、ちょっとね、お店の中見てみましょう。こんな感じです。あ、メリダですね。メリダのマウンテンですね。 e バイクのマウンテンになります。ロードもありますね。はい、皆さんね、今、出かける前の準備をしているところです。ロードバイクで来られた方ね、この奥の部屋にですね、ロードバイクを置かせてもらえるんで非常に安心ですよ。はい、そしてね、この反対側は五平餅を焼いているとこがよく見えます。はい、ではね、そろそろスタートいたしましょう。さあ、これから、犬山城下町周遊コースとでも言いましょうか。そんな感じのちょっとした町並みを走っていきますよ。タテリンさんがね、犬山の城下町にあります。まあ、そこからね、北に向かいまして、木曽川を渡ります。で、木曽川を渡ってそのままね、またさらに北上していって、鏡原公園というところのね、山の中に入っていきます。やっぱりね、山の中に入っていかないとこの e バイクのありがたみっていうのがね、発揮できないんでね、山の中を、スイスイと進んでいく感じになるんですかね。で、そこの鏡原公園を通常はね、一周するようなコースになっているらしいのですが、僕たちはね、お試しということで、山頂まで上がったら戻ってくる、3分の1のルートになります。後ろこんな感じで皆さんいますよ。いいでます。エコモードで走ってみましょう。エコモードで走るだけでね、かなり楽ですね。かなりこう、なんですか、押される感じはあります。エコでね、十分いけますね。もう平坦はエコでバッチリです。おお。いい感じです。快適ですね。さて、左側に犬山城が見えます。わかります？いいですね。なんかウィーンってこうかかり始めるとウィーンって言うんですね。すごいな。なんか微妙にかかる感じとかからない感じがあるみたいですね。今ね、勾配が 4.2 です。もうね、全然楽ちん。エコでも全然楽ちんですね。はい、ここから勾配上がります。勾配が4まで上がってますね。けど、エコで全然いけますね。今、7% です。8% 超えました。9% ですね。
いや全然余裕で上がってきます。この後ね、今エコで走っているんですけど、ノーマルにねスイッチを変更します。その時にねどんな変化があるかちょっと見ていてくださいね。ノーマルにしてみましょうか。パチッと、まあ、ノーマルにしてもそんなに感覚は変わんないですね。漕ぎ方でちょっと変わるんですかね、どっかの。はい、気づきましたでしょうか、パワーの動きほとんど変わりませんでしたね。これ実はね制御されていて、e バイクはですね20キロぐらいの速度になってくるとパワーのアシストが切れる状態に近い状態になります。まあリミッターがかかるんですけど、だからその速度より上げようと思った場合パワーを自分でかけていかなくちゃいけないんですが、だから電気のパワーだけを使って走ろうとしている場合はだいたい速度は20キロぐらいで、頭打ちになってしまうと思った方がいいですね。なんでエコからノーマルに変えても特に変化はありませんでした。そういうからくりです。はい、ここからね、みんなのね映像を撮ろうと思って僕前に出るんですけど、パワー見てください。皆さんが、e バイクの e パワーで走っているところをどうしても抜こうとすると300ワットぐらい出さないとね抜けないんですよ。あのね結構辛いですよこれ。e バイクで一緒に走ってる e バイクを抜こうとするとね結構なパワーが必要です。で今ねここでパワーぐーっと落ちたでしょ。こんな感じなんですよね。e バイクで自分が走る速度を上げようとするっていうのはあまり考えない方がいいっていう感じですね。はい、でねまたこの後さらにね、皆さんをね、の走ってるところを動画撮ろうと思って、ちょっと抜くんですけど、やっぱりね速度こんな感じパワーガンガン上げないとねみんなを離せない。結構前の方行ってねあの動画撮ろうと思ってるんですよみんなのね。そのためにはこれぐらいのパワー出さないとダメなんですよね。 e バイクで頑張って走るのはかえって辛いということがねこれでよく分かりましたね。やっぱりねそう考えるとこう e バイクっていうのは全く違う楽しみ方をするスポーツなんだなっていう感じはしますね。はい、これでね皆さん上がってくる動画が撮ることができたんですけど、まあこういう動画を撮るのは一苦労ということがねよく分かりましたよね。ね、こういう動画ねもう皆さん楽しそうに走ってるとこ撮れてね非常にいいんですけどね、本人結構疲れてるよみたいな感じです。いやー山が快適、これやっぱりね別のスポーツだねやっぱり、普通のロードだとは思っちゃダメだねやっぱり、違う遊び方だよ。やっぱりノーマルでこれぐらい踏むと、200ワットぐらいいきますね。やっぱり速度がある程度上がるとパワーがかからなくなるみたいです。じゃあ今ここでちょっとハイにしてみましょう。あんまり変わんないですね。あ、けど160とかで走れた。おお、すごい、すげえ。はい、なんかねすごいトンネルでしょ。ここがね今回の、ツアーの最終地点です。はい、まああの3分の1のツアーの最終地点ですね。だからここで折り返します。はい、これが折り返し映像ですね。ここから、はい、この光感じいいですね。いや
キラーンとか言ってますけどね、なんかいい絵が撮れるんじゃないかなってね、思いながら走ってるとブツブツ言ってましたよね。はい、今回はね、このここまでなんですが、まあ、Eバイク乗ってみて感想なんですが、どんな人が乗っても同じスピードで走れるという感じですかね。もう誰が乗っても、平坦では20キロ、上りでは17とか15キロ、そんな感じでね走ることができる。あの、初心者から上級者まできっとそんな感じになると思います。もちろんね、上級者の方頑張ればもっと出せると思いますけど、結局パワーいっぱい出さないといけないんで疲れちゃうかなとは思います。まあそういう意味ではね、家族みんなで同じスピードで走って楽しみましょうっていうね、みんな楽に山登れますよ、楽に平坦も走れますよね、そんな感じの乗り物なんじゃないかなと思います。はい、ですからね、ガチでロードやりたい方向けではないっていうのがね、今回乗ってはっきりとした感じです。はい、ではですね、今回はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。